フォレスト出版チャンネルのパーソナリティの渡部洋平です。今回は素敵なスペシャルゲストをお呼びしています。ボイシーの人気チャンネル、坪井アンナのアンナ英語、こんな英語のパーソナリティ、坪井アンナさんに来ていただきました。坪井さんとあとですね、弊社のフォレスト出版の森上さんですね、お二人ゲストにして今回お届けしていきたいと思います。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 では、あの、最初なんですけども、あの、つぼさん、あの、ボイシーでもとても人気もありますので、いやいや知っている方多いと思うんですけれども、<laughs> 簡単に自己紹介をお願いしていいでしょうか。はい、ありがとうございます。えっと、ボイシーでは、坪井いあんのあんな英語、こんな英語というチャンネルでパーソナリティをしています。えー、副業、副従タレントの坪井いあんです。今日はありがとうございます。こんなゲストに呼んでいただいて。い,いえ、とんでもないです。今日はあの、楽しいお話を。 楽ししていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの坪井さんはあのボイシーのパーソナリティとしてはもうあのまさに始めたばかりの私たちのからするともう大先輩なんですけれどもいやいや <laughs> あの編集の森上とはどんな出会いだったんですかそうです、ね。じゃあ私の方から、えー、ご説明します。はい。ええー、坪井さんのまあまずね存在を知ったのは えまだね、つもさんが、あ、小学館の編集者でいらっしゃって、それを辞めた後かなはいはい。確かそうでしたね。そう、ね、あれです。そう。それで週刊誌に、えー、タレントとして取り上げられている見かけた時なんですよね。で、そのまま美人というね、ことも去ることながら、まあ、小学館というね、<laughs> 業界最大手の出版社に入社して、多分そんな立たずに辞められたっていう点になんか、業界の人間としては、 すごいとても興味を持って、なんなんだ、この人はというふうに <laughs> <laughs> そう、そこがね、あのー、すごい、ね、坪井さんの印象が強くて、まあ、いつかちょっとね、お目にかかれていろいろお話聞けたらななんていうには思ってたんですよ。うん、ありがとうございます。ます小学館では編集者をやってらしたんですね、書籍だとか雑誌だとか、私は女性セブンという週刊誌の編集部にいまして、 で、まあ、例えば、その、ジャニーズさんでしたりとか、うん、まあ、俳優さんのインタビューとか、そういうものもやりましたし、あとは張り込みもやりました、実は。ええー。張り込み <laughs> はい。張り込みはすごいな。まさに週刊誌の、ね。そうですね。まあ、なんか花形と言われる場所も経験させていただいて、で、2年弱ぐらいですかね。で、退職をしました。すごいですね <laughs>。なんかバイタリティというか、なんかその、 そんなまだ新人の方が急にそういう記者とかやっちゃうんです、ね、そうなんですよで逆に新人だからこそその現場をやっぱり学べっていうことで本当にカメラマンさんと夜通し張り込んだりとか現場に潜入したりとか <laughs> そういうこともやってましたすごい当然同じ編集でもあの仕事の職種が全然違う職種ですね確かに森浦さんとかはねもう本一筋というか本のベテランでいらっしゃるので。 そうですねまあ、書籍とやっぱ雑誌の違いというのは相当、うん、感じますね、今の話、聞いてると。<laughs> うん、なるほど、そしてその後、OL タレントとして活躍され始めて、その時に森上さんがお会いしたんですかえっとね、お会いしたのはもっと後ですよね。そうなんですよ。えっとね、結構ね、あえー、僕が最初にその坪井さんの存在を知ってからだいぶ経って、えっと今年の2月ですかね。 そうだ、まだめっちゃ最近ですね。んすそんな最近なんですね。そうなの、そうなんです。あのね、そう、つぼりさんと私が共通の知り合いの PR 会社の方がいらっしゃるんですよね、一人ね。うんうん、その方のね、えっ、ー、と、お聞合わせでね、あの、お会いしたんですよ。その時にもう、復従復業タレント。あれ逆だっけ復、はい、業。復従,従,従タレント。はい。どっちでも大丈夫です。 でもバリバリ、日本のみならず、海外、もいろいろ住むところも決めないということで、相当そういう意味では飛び回っている、すごい面白い働き方をしている方で、そうなんですようう <laughs> 興味を持ってくださって、本当ありがたいです音だけで服従、副業ってどういう感じなんだろうって思うと思うんですけど、複数に住まわれるってことなんですね。そうでです業業は複数の、まああの仕事の副業で は複数に住むで服従ですね自分で作ったちょっと造語なので <laughs>、あれなんですけど,どこれからの,あのス,スタンダードになっていくかもしれない、そんな服従・副業、タレントとして、まあこう、唯一無二の活動をされていらっしゃるということなんですけれども、<laughs> ここからちょっと具体的にですね、はいまあ、どんな働き方されているのかというのも伺っていきたいんですけれども、あのそちらをお聞きしていいでしょうか。はい はい。えっとですね。そう。あの、そもそも小学館を辞めた理由っていうのが、仕事を、なんか、たくさんっていうとあれなんですけど、複数の職種をやりたいなっていう願望が生まれまして、でそこから、あの、やっぱり普通の会社さんって副業当時もう7年前とかなので、副業規定ももちろんないですし、まあ、副業はダメだよっていうことが就業規則の中にあるので、まあ、小学館もダメで、それで辞めたんですけど、そこから私はタレント業と、 あとはそのまま編集業は楽しくて好きだったので、その二足のわらじみたいな感じで活動し始めました。で、えっと、今になっては企業のそこに広報っていう仕事も加わって、主に三軸ですね。タレント、編集、あとは企業の広報っていう三つの仕事をやっています。それが副業に当たる部分ですね。副従に当たる部分に関しては、えっと、おととしにシンガポールに住んでいたんですけれども、 その時もシンガポールから突然仕事のオファーをいただいてで,でも、なんかあのレギュラー番組もあったので無理かなって一瞬思ったんですけど別にレギュラー番組の収録,収録で帰ってこればいいじゃんって思ってその行き来すれば全然その活動できるんじゃないかなっていう、まあ、わがままな発想ですよね。それが浮かんで,、うん、<laughs> でそこから服従っていう、まあ、日本とシンガポール当時は。 を行き来するでその後も、まあ、毎月どこかしらの海外に行くっていうコロナの前まではそういう生活をしてましたなんかあれ結構ね月の,、うん、月の半分は海外にいるみたいな感じですよねそうですねコロナ前まではあそうですそうです毎月どこかしらの海外に、まあ、シンガポールが多かったんですけどそれ以外にはベトナムとかオーストラリアとかニューヨークとかいろんなところに行ってました あのワーケーケションですよね最近やっとそのコロナでもう皆さん知ってる言葉になったかなと思うんですけど、うん、それをやってました。なるほどなんかあれですよね今お話聞いてて思ったんですけどあの大体じゃあ編集をやるかタレントをやるか日本にいるかシンガポールをやるかって2択迫られたら多分どっちか諦めると思うんですけどそのどちらも取ってしまうっていうのはすごいこう。<laughs> すごい発想と行動力ですね、本当に。素晴らしいですね。いやいや、でもなんか、一番それがシンプルな答えっていうか、多分なんか、欲張りなんですけどね。でもただ自分のこう気持ちに素直に従っただけっていう感じです。すごい。<laughs> だからできないことはないけどなんかみんなほとんど、まあ、自分も含めてどっちかと思っちゃうんですよねそう,そうそうそうなんですよね。で多分なんか私も本当にそれまでは発想になかったのでまさかそんな2つの仕事をやるとか発想になく就活を普通にやってもう1つの企業に決めてっていうのが当たり前だと思ってたんですけどよくよく考えたらね別にそれって決められてはいないんじゃないかなと思って。 そうですよね法律で決められてるわけじゃないんですもんね。確かに自分で決めあ自分でダメって決めちゃってるっていう感じ、ね、そうそうなんですよだから自分自身が勝手に制限してたなと思ってなるほどすごいでもそれを実行に移しうのやっぱすごいですよその勇気も <laughs> うんそれがすごいす、ね、いやーまあなんか若かったからできたことかもなって今振り返ったら <laughs> <laughs> 思ったりするときもありますけど <laughs> えもう何年ぐらい経つんですか もうね、七年とか経つんですよね。あ、そうですか。はい、もう三十二に私なったので、今年。あ、<laughs> なるほど。それはすごい。七年間、七年続けてると、でもどうですか。その理由。海外の方で、そういう方って、やっぱりいらっしゃるんですか。海外だといるのかな。普通どうかな。結構、そのコロナの前までは。海外でも、まだ副業っていうのが、そんなにメジャーじゃなくって。 海外で友達に話しても変わってるねみたいなふうに言われました特に海外で言うとあのまたそこにもその,その国の方だったらあれなんですけど働きに来ている外国人とかだとやっぱりビザの関係で基本的には仕事って一つしかできないっていうのが、まあ、当たり前だったりとかもするので。 結構ね、不思議というか、変わってるねって言われました。<laughs> そうなんですね。すごい。世界でも珍しい。い、ね、でも、なんか、それが今や、このコロナによって。まあ、一気に時代が進んだと言いますか。まあ、副業もそうですし。まあ、移住する方もね、今増えてるって聞きますし。なんか、一気に。ね、スタンダードになったなって。思います。時代が追いついてきた感じですね。ね本当に。<laughs> ね、そんなこと言ったら、ちょっとおこがましいんですけど。<laughs> うん、一箇所で住むのが当たり前っていう価値観がなくなってきてますもんね。多分、うん、あの、かなり。はい、そうだと思います。本当に、うんえ。お二人はあれですか。なんか。服従とか副業とかは。なんか。できたりされるんですか。そ、ね、どうですね。え、いや,いや、あの、うちだけ副業、まずはだめでしょあ、そうなんだ。十、十はどうですか。あ、十についてもないですね。実家と今住んでる。 家っていう、もうよくわかんない、まあ、普通のいつもの単重でしょう。<laughs> でも、実家もあったら、一応服従ですね。ほとんど、そう、帰るの、ね、年に何回言ったから、ね。ら うんまあ、でもやっぱり編集の仕事って、その場に行かなきゃいけないこともまだまだ多いですもんね、きっと。そうです、ね、でもやっぱり、あ,のあれですやっぱコロナの影響というか、それがあって、だいぶそのあたりはもううちも、もともとその辺の部分のリモートに対しては、あの渡部さんの,、ね、あのデジタルメディア局はもともと7年ぐらい前からリモートですでしたよね、渡部さんのところ、ね、そこは。ちょっと先駆けてましたねねすすごいです、ね まあでも、確かになんか、フォレスト出版さんって、私の中では、IT に、こう、なんていうんですか、そういうところに素早いというか、早くから取り掛かっていらっしゃるイメージがあります。うん、あそうですね。だから、編集部も結構早めに、まあ、もう2年ぐらい経つのかな、えっ、ー、と、フリーアドレスになったりとか、社内でも。<ー>で、まあ、リモートも始めたりっていうところのタイミングで、コロナが来たって感じです、ね。おおすごいですね、まさに。 タイムリーな感じで,で,でだから今もう週2回ぐらいですかね編集部も会社に来るのも。いやーなんかねだからその何て言うんですか時代と今同じ生き方を自分自身してしまってるのでちょっとだけ今は物足りないというか <laughs> なんだろう。<laughs> 次の時代は何だろうなっていうことをなんか最近毎日考えてて、でもね、まだ答えが出ないんですよね。そうやっぱり坪井さんの場合、もなんか時代の先は走ってないとなんか満足しないみたいな。なんかね、半歩ぐらい先行ってないとね、<laughs> なんかすごい嫌なんですよね。<laughs> <laughs> 坪井さんらしいです。<laughs> 素晴らしいですね、半歩先を行くっていうのは、<う>僕らもこう見習いたいところですね。えー、いやい,やいや見今副業あ えっと、複重副業タレントの活動ということで今、あの、いろいろお話伺ってきたんですけれども、これから先は別テーマで明日の放送とさせていただきたいと思います。テーマは英語です。ぜひ楽しみにしてください。本日、ボイシーの人気チャンネル、坪井アンナのあんな英語こんな英語のパーソナリティ、坪井アンナさんと弊社のご利用に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。 フォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをお聞きいただきましてありがとうございます。音声プラットフォーム VOICY では平日毎日新しい放送を公開しています。ぜひ VOICY のフォレスト出版チャンネル知恵の木を植えるラジオをチェックしてください。